100人マリオチャレンジ、マリオメーカーやっていきましょう。中までたっぷりチェアです。一気減っちゃった状態からスタートですね。間違えて中断せずにそのまま進めちゃったんで、一気減ってる状態で中断したから、あ、日本語オーツだね、今の。一気減っちゃいました、とりあえず。さあ行きましょう。フィエリーボーンゾーン。読めないです。これまた投稿者用隠しがありそうな雰囲気のコース。骨カロンだな。オッケー、上に寄せて、ヘイ、ヘイ、ヘイ。オッケー、オッケーじゃないです。マリオさえ当たんなきゃ大丈夫なんだろ？当たります。で、マリオが当たんなきゃいいんだろ？こんな感じでスルーしていけばいいんだよね。オッケー、オッケー。骨ザウルス。いや、耐えれないよ。オッケー、抜けれた。これは下行くしかないし、骨なんだな。結構厄介ですね、これね。とりあえずここ降りて大丈夫じゃん？ここ大丈夫じゃん？これは？キノコだ。オッケー。下に落ちてきてくれるんで、安心して取れますね。よし。え？届く？ギリギリ届かなくない？あれ？行き方がわかんない。こっちかな？はい！オッケー！行けた！うん。じゃあ、いいんだね。こうで。あぶね。待って待って。はっ！ダメ！死ぬ！あぶね！うわ、死んだ！うわぁ！これ乗っていってみましょうか、でっかいし。わかんねえ。どうすればいいんだ。あー、食らってた、もったいねえ。キノコですね。取って、そこ食らって、これなのか？乗んなきゃいけないのは。違うね。来た。よし、乗れた。これがずっと気になってた。いやー、それはいらねえっすな。でも左上で正解なのかな。とりあえずこのバーナーが終わった瞬間に行きたい。ここでバーナーが出てきそう。オッケー。うわー、この今上見えてるところら辺に行けばいいんじゃないかなっていう予想なんですよね。てかもうそこしかないみたいなね。そっちでダメだったらパスしなきゃいけないんだろうけど、ただ奇数減らしただけになっちゃったねって感じなの嫌だね。できればここで突っ込みます。で、さらにここでっかい状態キープだよね。結構それが難しい。これ結構難しいですよ。地味に難しい。はい！ OK。で、ドア入って。ほい。一旦ここで待機。これ当たるな。こっちで待機。ダメだね。あ、今乗れたかな。直で乗れたような気もしたけど。よし、OK。一回ここに降りましょうか。届け。当たっちゃった。よっしゃー、ティヨシザウルス。これは OK。お、羽？やったー。ヨシザウルス、ヨシザウルス帰ってきてくれるよね。え？なんで？あ、いた。よいしょ、まずくね、まずくね、いろいろまずくね。あぶねえ、助かった。ちょっと、待って、緑コロ、やっべえ。ちょ、ヨシザウルスさん？いやー、羽ももうね、一瞬でなくなった。どうするんだ、これ。ティヨシザウルスに乗って、あぶねえ！死んだと思った。こうかな？え、違う。待って待って。積んでる。一回当たって大丈夫だから、右に逃げたいんだけど。逃がしてくれる？あぶねえ、助かった。じゃあ、お前倒して、ティヨシ乗って、土管じゃないのかなと予想。つまり、このマップ、このエリアに、1エリアの方に、ゴールがあるんだから、まあ、このままティヨシザウルス乗って、クラウン乗って、右に突っ込めばいいんじゃないかなと。今考えてるんだけど、いかがでしょうか。キノコ取れるんだったら取っといた方がいいかな。何があるか分かんないから。OK。
その全然ヨッシーのヨッシーの足にも当たってなかったの当たり判定で、なぜか、あ、いや大丈夫、これはこうやって攻撃できるから、はい。あ、本来だとなんかこの辺から落ちてくる雰囲気なんじゃないかな。下になんかある？オッケー、めんどくさいけどちょっと倒しとこう。いや、いいか、倒さなくて。あ、下あった。お、羽、勝ちゲーか、これは勝ちゲーなんじゃないか。でもこのまま右飛んでいけばゴールだと思うんだよね。お、ほらほらほら、多分これなんかコースに欠陥がある。多分もっといろいろとやらせたかったんだろうけど、コースの構造自体に欠陥がありすぎて普通にクリアできちゃいましたね。いやー取られた。でも3アップできたから、まあ23機ずつ残すか、あと1コースずつ。ゲットライフパズル、なこれやったことあるやつです。じゃあちょっとパスしますね。うわ、当たるんだねこれね。しかもとても難しいに分類されるんだな。You can lose. ん ?You can, you can, you can, ん ?You jump, ん？え？多分これあれだね。ジャンプしなきゃいけないんだね。最後ね。これさ、一マス空いてるじゃん？これ走っていくじゃん。最後ジャンプするのって結構難しいんですよ。ふっ！よし。持ってくんじゃねえかな。そっか、パックンのファイヤーがあんのか。着地しちゃっても結構きつくね。いや結構きつい、結構どころじゃない、相当きつい、相当厄介ですね。うわ相当厄介だねこれね。勢いで行った方が良かったんだろうな多分な。いや耐えれねえな、余裕がない。どうしようこれ。ここで行きたかった、とりあえずこいつ。あーしまった。あの難しさだったら投稿者もきついはずなんで、投稿者しか分かりえない何かがあるはずって思ったんですけど、それが正解でしたね。やっぱり直ツッコミが正しかったか。オッケー、ここ乗って、ここ大丈夫らしい。オッケー、ここ大丈夫らしい。これ倒した。おじゃ！嘘！よし！オッケー。キノコスターか。突っ込むんだな。これは？危ねえ。あーでもこれは近くなんないとダメか。ジュゲームが厄介だな。何出してくるかな。あーそっか、壁の中だから出せないんだ。とりあえず食らって倒したい、倒したい。なんか出す前に、あー危ねえ、助かった。でもこれ雲まずいんじゃねえか。気合、ここら辺は気合、気合でなんとかしたい。はい、早い、いけ。オッケー、嘘だろ。オッケー、よーし、あぶねー。今死んでたら泣いてたぞ。さあ40機残して最終コースまで来れた。結構ハードだな。でもやっぱとても難しいわ。尋常じゃねえな、これやばそう。キノコはもらえんのか。え、これでとても難しい選ばれる理由は何？最初さ、右からあれが来るだったわかるんだけど、ちょっとわかんないよね、謎。ということは投稿者用隠しなのか？なんかそれっぽい感じするよな、雰囲気的に。だけどね、でっかいままじゃないとダメだったっくね。クッパファイヤー、最後のクッパ率が異様に高いんだな。下のファイヤーにご用心だね。結構来てるもんね。ここかな、耐えて。なんかここ行けそうな気しね。下普通に行けそうな気しない。
え？いや、でも結構難しいね。うん。上の、うーおぶね。上の方が安定かなと思ったけど。お前どっから出てきた？ここだ。オッケー、耐える。おっす、おっす。落ち着いて、うそ、危ねえ、死んだと思って。ちょ、待って、あ、危ねえ、うそ、上にファイヤーバーか。待って、いいか。これでいける。危ねえ、耐えた。おいおい、クッパついてきすぎだろ。うわ、届かねえ、高さが。うわ、そんな。っていいんだったら全然楽勝なんだよな。むしろ音符の方で、クルンしながら行けって言われた方が俺は嫌だったね。オッケー、オッケー。あとはパタパタだろう。高さがな、ぐっちゃだからな。空中で調整入れながら。最初だけね、難しいからね。スクロールの問題でどうしても。これ取っちゃいけないやつじゃない？罠じゃない？ほら。ここ上どうなってるかわかんないんで、ちょっと取りにはいきません。いや、動画的に取れよとかそういうのなしね。そんな余裕ないんだ。キラか。キラなら大丈夫かな。あー、嘘。お前ら来ちゃう。あぶね、あぶね、嘘。処理したいよね。やばいかな、でも。え、お前来れんの？あぶね、いい反応。大ジャン。あー、今だったな。あぶね、あぶね。クッパが大ジャンでこのリフトの上に乗ってくれれば勝ちなんだけど、ちょっと無理かな。これは一回上に逃げるしかないな。またジュゲムが反応しそうで怖いけど。あぶね。ねえ、またか。あぶね、あぶね。やべ、来ちゃった。帰ってきちゃった。うわ、待って待って。これまずい。相当まずい。相当まずい。どうなった？お前、マジ、それやめろ？でも見えましたね。いける。いけると信じる。はい。あー、いけた。ハテナボックス確認しようぜ。おぉ、勝ちゲー。これはもう負けねえわ。これもらえんだったら勝ちゲーだろう。なんだ、今までの苦労は一体何だったんだ。これもらえるんだったら絶対負けないだろう。ちびっこで何だってあそこまで踏ん張ってたんだから、絶対いけるわな。おぶね。これで中身確認できないかな。あ、無理だね。うん、死亡やつですね。ジュゲム出す前にもうちょいスクロールすると出るんで、これやばいかな、大丈夫かな。 OK。 え、まあ一体倒したからいいでしょう。まだでっかい状態だもんね、これでね。これは強いよな。クッパが後ろ下がったら俺も一緒に降りて。スペースができたら行こうと思った。カッチー、オッケー。プロペラもらえんだったら勝てるだろう。勝てるよな、そりゃな。よっしゃ、お疲れ様でした。よかった。とても難しい。ちょっと危ういかなって思ってたんですよね。絶対このスカート踏むよね、男子だったらさ。はい、お疲れ様でした。いやー、なかなかハードなコースが多かったですね。投稿性を隠しありきな感じのステージと思い見せかけて普通に難しいコースだったりもしたんで、やっぱりとても難しいわ。簡単にはクリアさせてもらえないですね。苦戦したなー。ディディコング。じゃあ今回はここまでにいたしましょう。最後まで動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アディオスアミゴー。